蓮寺氏ラは、広島県小原市西条町に所在する、新州大屋派の寺院。西条町の外れ、大富山の裾に、蓮寺氏ラという新州寺がある。昔、この寺が、入江村の中山にあって、中山寺といった頃のことであるから、もう400年以上も前の話になる。大佐村の百姓に次郎衛門というものがあった。妙暴ともも律儀な働き者で、 とりわけ女房は日頃信人深い念仏者であったが、このところ、まだ夜の明けないのに、中山寺に参ると言って、家を出る。毎朝決まって、未明にいそいそと出かける女房の様子に、暗い疑心を持った次郎衛門は、これは、てっきり、三つ夫と、相引きするためと思い詰めて、嫉妬の炎を燃やし、脇差しを引っさげて駆け出して、最上町の藤下り工事で待ち伏せた。 ほどなく、川りの深く立ち込める中を、急ぎ足で帰ってくる女房を見すまして、物陰から踊り入れ物をも言わず、一たち激しく切りつけ、夢中で我が家へ取って返した。息弾ませて帰ってみれば殺したはずの女房がいろりで、朝げを抱いている。これはまたどうしたことか、確かな手応えで混沌した女房が無難な姿で、あまりのキーに己の目を疑い、 呆然とその場にへたばってしまった。やがて、次郎衛門は女房に促されて、我に帰り、ありのままを話し、何か変わったことはなかったかと問えば、帰り道ちょうど、藤下りのところで、急によろめき、何か身柄が、地頭と押し付けられたように感じたが、どこにも怪我はなく戻ったという。不思議なことがあるものと、すぐあいつれだって中山寺に直行した。 そして住職と一緒に本堂へ参りさらに驚いた。脇団に掲げてある、ご本山旧世実女商人を筆の名号が、もったいなくも、ナムの無の字を鋭く切られ、血が流れておるではないか。三人は、お互いに顔を見合わせ交わす言葉もなく、ただ合唱念仏して寒類に無線だ。これによりこの一軸は、切りかけの名号と唱え、また、 南無阿弥陀仏の五明号の奇跡を産業して、身代わり明号といって、自法となされた。後、この明号はゆかりにより、道軍、宇山村の全仏寺所聖寺に西へ譲られて、代々秘蔵され、明治初期この寺は、東上官庁に移転されたが、今に長宝として持ち伝えられている。蓮寺寺のしだれ桜、中仙道玄句碑。ありがとうございます。